東京ミラージュセッションズシャープ FE。 じゃあどうする？じゃあね。街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかどこか見えないふりだねだって不安なんてそんな言われなくてもわかってる壊したい Thank you.
なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。ん？翼？この調子で行こう。いつきくん、やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんね。翼？そういえば今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。キリア？確か翼が好きな歌手だっけ？もうずっとおすすめしてるのにどうしてうろ覚えなのかな。キリアは今や日本の女性トップアーティストだよ。いつきくんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。
その生返事聞く気ないよね。はあ、樹くんは幼なじみなんだからもっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私樹くんとキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いや新世代のアイドル発掘オーディションワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。翼？私は司会の50位テルです。さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。会場の皆さんも気になってますよね。私もです。次は4番、織部翼ちゃん。おお、え、翼？織部翼です。よろしくお願いします。噛んじゃった。なんで翼がオーディションに。え？さっきのは一体。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは？皆さんも聞きたいですよね。私昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。だから私も幼なじみのように誰かを元気にしてあげられるようになりたいです。ところで
はぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか。もしかしてお姉さんと関係ありますか。翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。はい、そうです。言ってくれなきゃ。こんな大切な情報どうして黙ってるかな。で、どんなお姉さんだったの。明るくて歌が上手で、何よりとても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか。消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうす。実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。お姉ちゃん。はい、騙された。単純バカにはペナルティ。お前も姉と同じになれ。お前ら人間どもからパフォーマーを奪い尽くせ。ね、何が起こってる。お前たち絶対にそいつを逃がすな。あれの依り代の最有力候補だ。いやあ、翼、助けてくれ。美月くん、一体何が起こって。翼！助けに行かないと。